ジョニーを問いただすつもり？ああ、答えてくれるわけないよ。答えさせる。ノックぐらいしてくれよ。マナー違反だぜ。喜んでくれジョニー。君の無痛症の原因が分かった。すごいじゃないか。今まで誰も解明できなかったってのに。で、一体どんな原因なんだい？ベトナムで感染したと思われる特殊な風土病。この風土病にかかると痛覚に異常をきたすだけでなく、末梢の組織にウイルスらしき何かが蓄積し、組織を腐らせる。すでに何人ものアメリカ兵が死んでいるんだ。防ぐには手足の切断しかない。よかったな、今ならまだ助かる。さあ行こう、すぐに手術するぞ。待て、待ってくれ。そんなことありえないんだよ。ありえない？バーミンガム病院の最新設備で検査した結果です。さあ今すぐ手術室へ行くんだ。安心しろ、ごく簡単な手術だ。危険はない。いや違う、お前の診断は間違ってる。死の子の言わずさっさと来い。違う、俺は風土病なんかじゃない。なぜなら手遅れになるぞ。くそ、俺はベトナムには行ってないんだ。吐かせた。あれ、ジャングルでの戦闘は、風は？だからベトナムには行ってないんだ。俺は沖縄で訓練を受けただけなんだ。沖縄ね、納得できませんが、今の一件で何もかも嘘に聞こえる。手足を失いたくないからその場しのぎの嘘をついているのかもしれないね。違う、俺は嘘なんてつかない。神に誓って。それじゃあ嘘じゃない証拠に、沖縄での訓練がどういうものだったのか問診させてもらうかな。見事ね。